連鉄の代表的構造物、エッフェル島連鉄とは、鋼鉄の大量生産手段の発明以前に、古典的な製鉄方法である、パドル法で、主に製造されていた、炭素の含有量が少ない鉄のことである。ある程度の量産ができ、中鉄に比べ強靭だったので、19世紀を中心に、鉄道レールや建造物の構造材料として、利用された。しかし、 鋼鉄の大量生産の手法が発明されるととって、変わられ、姿を消した。鉄の性質は、含まれる炭素の量で大きく変化する。鉄鉱石を炉で溶かして得た洗鉄は、炭素含有量が4%から5%あり、これを鋳、e、型に流したものが、いわゆる中鉄である。中鉄は脆く壊れやすい。ここから炭素を除去して減らせば、鉄は強靭になり、鋼ができる。 昔はこの炭素を除く方法は、鍛冶屋がかなとこに鉄材を乗せ、ついで叩く、以外の方法が知られていなかったため、形やサイズが限られ、鋼で大きなものを作ることはできなかった。また中鉄は、自由な造形ができ、大きなものを作れたが脆く、塔や橋などの構造物や、軍艦の装甲板などを、煮物で作ることはできなかった。そこで古くから、 溶かした鉄で炭素の少ない強靭な鉄を作る方法の研究がされてきた。パドルロ18世紀になるとイギリスのシェフィールドでルツボで鉱鉄を生産する中高の技術が発明されるが工具や時計のゼンマイなど小さなものを作れるだけで鉄橋や大砲など大きなものを作ることはできなかった。1840年頃、 炭素を除く操作を大規模に行うのに適した石炭を用いた反射炉が発明された。これは高温の燃焼ガスをレンガの天井に当てて、その副射熱と燃焼ガス中に含まれる酸素で炭素を燃焼して除去する方式であった。炭素が抜けると鉄の融点は上昇し粘度が高くなる。先鉄の融点は摂氏千二百度であるが炭素をほとんど含まない鉄は融点が 接種1500度以上に達する。反射炉の側面から鉄の棒を差し込み内部を丹念にかき回して、最終的にはその鉄の棒に絡みついた鉄を取り出したものが連鉄である。この方法をパドル法と呼ぶ。あたかも船を工ぐパドルを動かすような方法であるからである。初期の連鉄はスラグ成分を含む純度の低いものだったが、 反射炉の構造と規模が改良されて、純度の高い製品が得られるようになった。加工が容易な連鉄は、鋼鉄の大量生産方法の発明以前の、過去においては広く用いられた。炉から一回に取り出す連鉄の塊は、人力で扱える程度の大きさだが、灼熱しているうちに大きな塊にまとめ、これを蒸気動力のローラーで圧延して、軍艦の部材や鉄橋、ビルの鉄骨、 鉄道レールなどが作られた。1889年完成のパリのエッフェル塔は、連鉄の代表的な建築物である。1855年、ヘンリー・ベッセマーが、底吹き天炉を使ったベッセマー法を開発し、鋼鉄の本格的な大量生産技術が確立した。人力で炉をかき回す連鉄は非能率な上、そもそも鋼鉄より強靭さで劣っていたため、 製鉄紙における連鉄の時代は終わりを迎えた。連鉄は現在もはや商業規模では製造されていない。現在、連鉄で新しく作られる工芸品などの材料は古い連鉄製品を再利用している。日本でベンチや門扉などの鉄製品に連鉄製と記載して販売されているものがあるが、実際は何鉄か芋の製品である。 ミキタ弘二千 2014P72 山内博九 1924P375AB 山内博九 1924P378 ありがとうございます。